つまりお前たちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。こうして見知らぬ神が私の兄空を連れ去っていった。そして私も神に封印され本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた私たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか私にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよってた。2ヶ月前あなたと出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラもう僕に溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぜ。そろそろ出発の時間だ。行こう。進めなそうだな。登っていくか。登るにはスタミナを使う。回復には時間が必要だ。じゃあルートを決めたら出発だ。目指すは七天神像。この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ？
神をかたどった像は七神の象徴としてこの大陸に点在してるんだ。七つの元素の神のうち、これは風を司るものだな。お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど、風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。ほら、言葉は歌となり風と共に流れるだろ。その中にきっとお兄さんの情報があると思うんだ。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。よし、急ごう。とせ、ふっ。おい、どこに行くんだ。オイラのところに来てくれ。世界の元素を感じたか。どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れられるみたいだな。この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。うん、だってお前はこの世界の人じゃないからな。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で、七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前なら、そこで神の手がかりを入手できるかもな。それと、モンドには吟遊詩人がたくさんいるから、お兄さんの情報が手に入るかもしれないぞ。よし、じゃあ行くか。この世界の元素は、お前の祈りに応えた。いい兆しだと、オイラは思うぞ。風と共に去れ。ふっ、これは七天神像にもらった風元素の力だ。はあ、オイラもこんなかっこいい戦い方ができたらな。
も私に答えているの？怖がらないで。安心して。僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？あ、誰？私はセピロス騎士団の偵察騎士、アンバーよ。あんた、モンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？落ち着いて、怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。それから、その、マスコットは何なの？全然違う！マスコットイカじゃないか！とにかく旅人よね。近頃、モンド城の周辺で大きな竜が出没しているの。だから、早く城に入った方がいいわ。そうだ！ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして、城まで送ってあげる。え？任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して。任務を行いながらでも、あんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに、怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。ごめん。優秀な騎士にあるまじき言動だったね。謝るよ。見知らぬ、その、尊敬できる旅人さん。ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？
いの知れない旅人さん、何しにモンドへ？こいつは遠い遠い旅の途中で兄と離れ離れになってな、オイラはこいつと一緒にその兄を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。おお、そうだ、今受け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば任務って何なんだ？簡単よ、見ればわかるわ。ついてこれるかな？城に近づいてきてるの。今回の任務はその巣の掃除よ。はっ、頼んだわよ。試合をしよう。頻繁に出現するようになってキャラバンのルートに影響があったの。暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だからこいつらの活動範囲もだんだん城の方に。そう、でも今日また一つ巣を片付けられたから進展はあったわ。さあ私についてきて。真面目で優秀な騎士があんたたちを城まで守ってあげる。宝箱を開ける瞬間ってワクワクするね。いい匂い。次は何作ろうかしら。ん？君たちも冒険者なの？通りすがりの旅人だよ。料理の準備か？旅人さんね、いらっしゃい。私はリン、冒険者協会所属、サバイバルのプロよ。見ての通り料理を研究してるの。腹が減っては冒険ができぬというのがサバイバルの心得の第一項目だからね。ピクニック、オイラも大好きなんだ。オイラの仲間も料理が得意だぞ。そうだろ？おお、鍋の準備はできてるから腕前を見せて。こうやって切磋琢磨しながら料理できる機会は珍しいわ。キノコと肉が桶に入っているから、それで鶏肉と野生キノコの串焼きを作って。
で来たの？うん、いい匂いがするわ。ではいただきます。こくり、うん、思ったより美味しい。君やっぱりセンスあるわね。そうだろう。君の腕ならもっと難しい料理に挑戦してみてもいいわよ。私の荷物に生の食材がまだ少しあるから君にあげるわ。料理のお礼よ。え、いいのか？お前が食べるものなくなっちゃうぞ。大丈夫よ。野外探検で食材はたくさん手に入るから、君たちも周りをよく観察することね。それから鹿狩りで食材と料理を販売してるから、時間があるときに寄ってみるといいわ。うんうん、情報ありがとう。っておい、おいらにも鶏肉と野生キノコの串焼き残しといてくれよ。紹介させてもらうわ。風とタンポポの牧歌の城、自由の都、セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。やっと野宿しないで済むな。でも城内のみんなはあまり元気じゃなさそうだ。最近みんな風魔竜の件で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっと全てうまくいく。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長、ジン。モンドの守護者だよ。ジンさんが一緒なら風魔竜レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあんたに渡したいものがあるの。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。おいおい、オイラにはないのかよ。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをご馳走してあげる。人参とお肉のハニーソテー。とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。それでお礼っていうのはね、じゃーん、風の翼よ。偵察騎士はこれで空を駆け抜けるの。モンドに住む人たちもみんなこれを愛用してるんだ。ここに連れてきたのはあんたにこれの良さを体験してもらいたかったから。随分と熱く語るんだな。風はモンドの魂だからね。さあ早速風の翼の性能を試しましょう。操作は簡単だけど指示はちゃんと聞いてね。嘘。
あれ？風の翼ってこんなに長時間対空できるのか？落ちないように僕が千年の竜風に助けてもらったんだ。想像してみて、この風を集中させるんだ。雲を突き破るようにね。え、この声誰だ？竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人さん、ちょうどよかった。一緒に。待てアンバー、見たことない奴がいるんだが。ああ、そうだった。こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は、遠いところから来た旅人さん。遠いってことしかわからないのか。ことの経緯は、こう。なるほど。モンドへようこそ。しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないな。俺にもわかるぜ。血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。それから、なんで風神を探してるかは知らないが、誰にでも言いたくない秘密はある。お前もその口だろう？だから聞かないでおいてやるぜ。とにかく、騎士団を代表して礼を言うよ。モンド名物の人参とお肉のハニーソテーでもどうだ？さっきの風魔竜との戦いで、守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。騎士団本部までどうか来てくれないか。ここが騎士団の本部みたいだな。入るか。ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。と、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど。モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン。こちらはリサ。騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来た良い子ちゃんかしら？かわいいわね。ただ、タイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっと、
このモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね、魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。おい、サボるなよ。オイラたちも手を貸すべきだぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ。放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された四つの神殿のうちこの三つだ。三つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。ここが放棄された四風守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね、モンドの人でも滅多にここには来ないの。だから中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はぁ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて四風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて、どう？何か感じた？ここの風、少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて、竜の力が影響を及ぼしているから。あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。
やあ、と、はい、や、まずい、角笛の音、きっとさっきの戦闘のせいで気づかれたんだ。でもこういう状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。あれって火薬が詰まった樽だよね。うん、矢で撃てば起爆できると思う。安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど。でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。来たか。近くに来てくれ。何か匂うか。この神殿で少し予想外のことがあった。スライム、ヒルチャール、それから風魔竜が残した魔力のつながり。中はきっと賑やかなことになってる。ああ、賑やかだが危なくはない。ボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。行こう、お嬢ちゃん。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。四風守護の周りを掃除してやろうか。
俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ？経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。これアビビト、お前は神の目を持っていない。そうだろ？どうやって元素の力を使ってる？不思議な現象だよな。こいつはどうだ？これ。ふう、やっと着いた。前に道がない。風域を利用して上に登ろう。鋭いな。ジンから称号をもらって騎士にならないか？おとなしくしやがれ。そういえば知ってるか、風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。風魔竜はそれで力を吸い寄せてるのか？可能性はある。早速やるぞ。おお、いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ、いい酒場を知ってるからそこでもいいぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。
ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくすきそう。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。あら、かわいい子ちゃん。危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ。何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。あら、いい質問ね。基本的に肉体労働と頭脳労働以外のことかしら。それ以外に何があるんだ。私も少し本気を出そうかしら。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？行っても何もできないぞ。それもそうね。この風を使って上に行きましょう。に任せて。しびれなさい。それ。なるほど。雷元素の石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。しびれなさい。ビリビリさせないとね。痛い。痛い。何よ。痛い。うがちなさい。水に濡れた敵に対してお姉さんはすごいのよ。ちょっとビリビリさせないとね。
逃がさないわよ。空域よ。ここから上に上がりましょう。これはお仕置きに。それはしびれなさい。それしびれなさい。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するわ。摩擦で生じた雷の火花は落ちるような恋ほどの衝撃ではないけれどね。ん？私の首にある宝石が何かって？うそ、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから？突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。休めると思ったら俄然やる気が湧いてきたわ。東風の竜トワリン、南風の獅子ダンディライオン、北風の狼ボレアス、西風の鷹セピロス、それらはモンドの四方の風の守護者で、風神バルバトスの眷属でもあるわ。トワリン、それが風魔竜の名前よ。人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風守護の中のトワリンだった。四方の風の中で、トワリンがそのうち三つの力しか使えない原因がこれよ。彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。多分、憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でも四風守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ？モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。地脈の循環も元通りになるだろうな。騎士団に戻ってみるか？もちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。そうだ、四風守護の神殿でまた失われた風神の瞳を手に入れただろ。今後も入手するかもしれないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。
。